デルフトはオランダの南ホラント州にある基礎自治体。デンハーグ市街地の南に隣接して一体となって広域市街を形成している。オランダのことであり著名な観光地であるがデルフト工科大学を擁しているため学生街という一面もある。この街の歴史は12世紀まで遡れる。1572年には80年戦争の 主導者であったオラニエコーウィレム一世がデルフトに今日構えた。デルフト旧市街のマルクト広場にある新教会にはウィレム一世の子孫であるゲンオランダ王室の代々のメンバーも眠っている。1654年10月12日には弾薬庫の40トン以上の火薬が爆発し、デルフト市街の4分の1が破壊され、死者100人以上数千人が負傷する大惨事が起こった。 この時画家のカレル・ファブリティウスが犠牲となり、彼の絵画作品も大半が失われてしまった。16世紀初めに、イタリアから陶器であるマヨリカの製法が伝わり、陶器の製造が行われていたが、17世紀、そこにオランダ東インド会社を通じて、中国から磁器が伝わったことがきっかけとなり、当時日本から輸入されていたイマリ焼きの影響をも受けつつ、 独特の陶器が発展、生産が行われた。青を用いて彩色され、デリフトブルーと呼ばれている。生産規模自体は縮小したものの今日でも、デリフト焼きとして知られる。また、画家のヨハネス・フェールメールは、デルフト生まれであり、デリフト長房という風景画も描いている。彼の墓は、市内の旧教会にある。他にも、ピーテル・デホーホやカレル・ファブリティウス、 ニコラース・マースなどもデルフトに住んだり、デルフトで創作活動をした。デルフト基礎自治体内には次の地区がある。ありがとうございます。